では2人のクラブセッティングを紹介していきたいと思います。じゃあまずさくらちゃんから。はい、ドライバー触っていいですか。どうぞ。はい、ローグ、これにしたきっかけは。ローグはずっと M シリーズ使ってたんですけど、M シリーズちょっと合わないなと思って仕出しに行って、ちょっと一番いい感じだったローグにしました。はい、これはレディースなのかな。メンズですね。メンズの R。 はい、はい、メンズの純正のね吹雪がついてます。でローグで上3本揃ってますね。はい、3番ウッド、5番ウッド、7番ウッドまで入ってるのかな。はい、そうです。でもこれはこの子だけ、この子だけ違う、この子だけ違うから隠してます、うさぎちゃんで。じゃあ隠さないで出していきましょう。ツアーステージ VIQ は古いねの7番ウッドです。ちょっと一つだけ秘密兵器が入ってました。やばい、うさぎ裸にしちゃう。やばい、やばい、先生、はい、あ、ちょっとも, もうすぐ脱いじゃうんだからこれ。はい、じゃあこの子はこんな感じで、で下が5番ユーティリティ入ってて、アイアンが6789P まで、はい、全部ローグですね。これはシャフトがメンズの R。 はい、メンズ使ってます、さくらちゃんは。でウェッジが5650のタイトリスト、はい、割とハードめですね。そうですね、結構シール入ってます。はい、でパターがピンタイプの、これはスコッティキャメロンの、スコッティキャメロン、はい、はい、ね、以上の13ですね。はい、はい、じゃあ次ももちゃんいきたいと思います。まずレクシオの 11.5 レディースの L ですね。あ、違うわ、 R、レディース R？ はい、あ、レディース R です。てかメーカーもすっごいバラバラ、もしかして。バラバラです。でウッドが3番入ってます。これでツアーステージの VIQ、 はい、これの3番ウッド、飾りです。はい、これは中身違いました。で次に5番、あれ3番2個入ってるぞ。え、3番ウッド2個入ってんの？2個入ってます。3番ウッドが2つ入ってます、なぜか。はい、でこれは5番ウッドかな。そうです。これが、あ、これ一緒ね、ツアーステージ VIQ、はい、VIQ でウッドが3本で、なぜか M2 のウッドが1本入ってます。でアイアンがキャロウェイ、またなんかなんだろうね、レガシー、レガシーらしい、レガシーです。寝返っちゃった、打ちますかねじゃあちょっとまた後でやりますね、はい、ももちゃんのは。ちょっと、とんでもないことになってるから、うん、まあでも距離はバッチリ、ナイスオン。はい、さくらちゃんがキャロウェイにしてよかったなって思うところで何かありたしますか、ローグに変えてから。そうですね、打感がねすごい、うんうん、なんでしょう、なんかグニョーンっていく感じが、グニョーンっていく感じがいい、弾きがいいですね、うん、飛ぶようになりました。飛ぶようになりました、ローグにしてから。ね、ローグといえば飛ぶという、うん、ね、超飛ぶなんだよね、全然飛距離変わりましたね。あ、そう、うん、最初だったらだってね、慣れるまでは結構変な感じでした、まあ、変えたばっかりはね、結構ね、みんなね、みんな朝食戦する。お、うまい、アプローチ上手だね、めっちゃ。今日7時に来て、もう練習してきたんですよ。いい、すごい、ナイスナイスアプローチ。ねえ、なんかあんまオーバーしてこないね。そこもやっぱ双子なのかな。あ、惜しい惜しい。あ、こっち、あ、強きすぎた。うん、ナイスイン。もったいないですよ。じゃあ、さくらちゃんじゃないや、ももちゃん間違えちゃった、とうとう。おもちゃん行きます。
じゃあももちゃんがアイアンが、さっき5番アイアンでレガシー5、6、7、8、9、Pまでレガシーで、これがなんとスチール入ってます。 NS プロ、私が謎にさっきから持ってる、これがなんとレディースの L で、これがレディースの R で、レディースの L で、こっちがレディースの L。 シャフトに問題があるんじゃないかな、これももちゃんもしかしたら。でメンズのメンズというかね、スチールのかなり重いの入ってるんで、アイアンはで、アイアン得意って言ってるんで、ちょっとこれはシャフトに問題がある気がしますが。でウェッジがタイトリストボーケーかな、これボーケーだね、かなり年季入ってます。これもなんか上手い方からの、さっき聞いたところによると全て上手い方からのもらい物だそうで、だから上手くなるんじゃないかというね。そうなんです、もうドライバーとかも6、7年ぐらい変えてないんです。変えてない、これも上手い人からもらった。そうなんです、女性の70代出す方が、はい、もういいと、使っていいよって言って。ちなみにこの辺は誰からもらったんですか？これは自分で買ったんですけど。あ、なるほど、これは自分で買った、はい。じゃあこのアイアンは、これはもらい物です、お下がり。あ、桜からのお下がり。このウェッジは、これは男性のプロの方からもらってなるほどね、ちょっと、はい、一旦なんか揃えるのもいいかもしれないですね、個人的な意見なので、はい、あとはあのお任せします。わかりました。パターが、まあ、レッドタイプ、はい、テラメイドになってます。これは自分で買ったんですか？そうです。なるほど。大丈夫大丈夫、狙える狙える、ちょっとラフ入っちゃうかもしれないけど、うん、おーいいじゃん、気ぃ避ける気ぃ避ける、よいしょ、いいとこで、ありがとうございます。あのセッティングにしてゴルフはどうですか？良くなりました？でもアイアンを変えてからは、うんうん、距離飛ぶようになって、スコアもそこからちょっと安定してきましたかね。あとやっぱ辛いウッドだね。ウッドですかね、きっとね。だってアイアン見てると別にそんな大ミスっていうミスないけど、ウッドはって感じだもんね。だからロング苦手なんですよね。ちょっとトップしたけど、登るかな、登れちゃう、吸い込まれた。お、いいんじゃない、いいんじゃないかな。お、ナイスフォー。ステレスタイルのままドン、のまま。こういくときにさ、右に乗っちゃうから、左足サイズのまま上げるといい、はい、左サイズのまま。そう、そう、うまい、うまいよ。あ、短いよ、短いよ、短いよ優しいの、優しすぎ、優しすぎだよ。早いよ、早いよ、早いよ、足して2で割りたい。大人なゴルフですね。もう池には入れたくないです。うん、いいんじゃない。あ、ちょっと待って、ちょっと大人のゴルフをしようと思ったらそうですか、ちょっとちょっと今いい当たりだったなんかね、いい当たり言っちゃった感じですね。ドライバーで行く、ドライバーで、あの橋狙う、橋狙いで行きます。はい、
ーがあるからなんだろうな。これ入っちゃわないか。あ、超えたよ。なんかすっごい、あらら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 、あ、止まったよ。なんかすっごいすごい声方してたけど、まあ新しいルートでいいと思います。どうでしたか前半やってみて。なかなか難しい。なかなか難しい、ね、緊張しますね。緊張しました。まあそろそろ緊張感も抜けてきてね。ちょっとご飯を食べて、はい、ちょっと後半引き締まって、はい、行きましょうかね。思います。気を取り直して、気を取り直してね、うん、ちょっと今いっぱいいろんなとこ出たんで、いい絵がたくさん撮る。寄付しすぎちゃってるから。じゃあここはどんなね攻め方で最後、ちょっと難しいからこのホール。難しいですね。池に手前に刻むのもありだし、右側から攻めて、右側から攻める人、右側から攻める人あんまいないから。そうですね、手出しましょう。落ちないでよ。怖い。ああ、やばい。大丈夫、ボール落ちるのはいいよ。自分が落ちなきゃ OK。 うわー、おー、水切りショット。リサちゃん再び。リサちゃんの再来です。何に跳ねた？水に跳ねた。短いけど、まあまあまあ、ね、そう。わー。もう一個ある？オーケナイス水切りからの。お疲れ様でした。ご飯飲みましょう。まあ、そういう日もありますよ、ゴルフは。あるんですか。あるある。もうわけわかんなくなるし、あるの。あと市原やっぱね、ちょっとね難しい、合わない人は合わない。難しいですね、うんうん、っていう人も結構。あんまりリンゴルフォークもやってるけど、いいスコアで上がってくるイメージじゃないので、うん、コースが難しいってこともありますし、ビデオがついてるってのもありますし、頑張ります。しないで後半ご飯食べて、はい、頑張ろう。頑張ります。中華膳、海鮮、韓国風海鮮丼、うん、で、タンタンで、フライ。最近はソースが好きなので、ソースのものに、いつもねラーメンか、いやお肉だけど、最近はソースが好きなので、今日は珍しくフライにしました。じゃ皆さんいただきましょう。いただきます。おいしそう。すごい便利なレモン絞り器がついてる。あ、めっちゃうま。うん、めっちゃおいしい。やばい、海鮮丼。新しいメニューなんで、6月はこんな感じ。また7月はね、きっと変わるんだと思うんですけど、美味しいんで、皆さんもぜひランチも楽しんでください。リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日、まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますので、で8月17日、ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山のね絶景ポイントたくさんあるので、富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なので、ぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあその中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。